チョコレートは太ると思っていませんか？この動画をご覧いただきますと、美味しくチョコレートを食べながら痩せる方法がわかるんですよ。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット、今すぐあなたにもできる方法動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もご参考にしてみてくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではまず1つ目の項目です。なぜ美味しくチョコレートを食べながら痩せることができるのかというそのポイントなんですけれども、まずは私がこの動画の最後であなたにご紹介するチョコレートたちはですね、何がいいかと言いますと、こちら人工甘味料が無添加なんですね。また余計な添加物が一切入っていない本物の美味しいダイエット向けのチョコレートなんです。3つご紹介しますから、ぜひ今から楽しみにご覧くださいね。でまたチョコレートですと言いますと、お砂糖がたっぷり入っていたりですね、実はお砂糖よりもこういった隠れたトランス脂肪酸が含まれている可能性が高いチョコレートも残念ながらあるんですね。チョコレートに含まれているそのこういったこう油系です、植物性油脂とか植物性食用油脂とか加工油脂、食用性性加工油脂、加工油加工脂などと、このような油のその名義がですね、原材料名のところに書いてあったとしたら、それはすごく良くないチョコレートになります。もう確実に太るチョコレートです。なぜかというと、トランス脂肪酸がたっぷり含まれているオイルだからなんですよね。このようなトランス脂肪酸が含まれているようなチョコレートを食べてしまうと、もうあなたの腸内環境は乱れてしまう。またこちらノンシュガーとかね、糖質オフゼロとか書いてるチョコレートも、あちらは人工甘味料が入ってますから、いかがでしょうか。甘いのにカロリーがゼロなんですよ。そうするとあなたの脳がですね、おかしいなって、こんなに甘いの食べてるのに全然カロリーが来ないと、要はこうエネルギーの元が入らないわけですから、もっと食べなくっちゃってですね、脳が勘違いをしてしまって、あなたのその甘いものが欲しいっていうその思いがですね、暴走してしまうんですよ。逆効果なわけです。せっかく糖質を抑えて OK ダイエットじゃないわけです。どんどん甘いものが食べたくなってしまうことになってしまうんですよ。怖いでしょ。なのでこういった仕組みをしっかりとあなたが学ぶことで、あなたは必ずダイエット成功させることができますから、こういった知識もぜひ今覚えていただきたいなと思います。でまたこのトランス脂肪酸を取らないことで、あなたの腸内環境が整いますから、善玉菌と呼ばれるその痩せ菌たちですよね、痩せ菌たちを増やして元気にして、いつまでもあなたの腸にですね、もうよしよしと、もう本当ペットをですね、もう一緒にこう飼ってあげてるような、一緒にこう暮らしてるような気持ちになって、育てて育んでねいただきたいなと思うんです。それでは2つ目の項目に行きましょうね。何をということで、今回はもちろんチョコレートなわけなんですけれども、そのチョコレートのもう原材料、やっぱりカカオですよね。このカカオが痩せ効果が実はすごいんですよ。チョコレートっていうとね、こう太るってイメージがあるのはなぜかというと、お砂糖やそのこう乳製品がたっぷり入ったチョコレートだから太るだけであって、そうじゃないチョコレートっていうのはこんなにも痩せ効果があるんですよっていうことをまずは知っていただきたいと思います。もうカカオ自体がまず食物繊維がもうたっぷり豊富に含まれているんですよね。そうすると、先ほど項目1でお伝えした通り、痩せ菌たちの大好物が食物繊維なんです。そう、痩せ菌たちにこう餌をですね、与えてあげることがとっても大切になってくるわけです。そこで大活躍するのがここのカカオが持つ食物繊維で、プラスなんと発酵食品なんです。ご存知でしたか？カカオって発酵食品なんですね。発酵食品と聞くとね、なんか味噌汁とか漬物とか納豆とかキムチとかヨーグルトってこうパッとね浮かぶと思うんですが、実はカカオも発酵食品なんですよ。ということは、
先ほどお伝えしているその痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む食品がこの発酵食品ですから、カカオを食べることであなたの痩せ菌を増やすことができるんです。そしてチョコレートってすごいのが、実はチョコレートを食べるとなんとタンパク質も取れちゃうんですよ。痩せるためにはタンパク質という栄養素は必ず必要な栄養素になってきます。なぜかというと、あなたの内臓や筋肉を作る元だからです。それがないのに痩せることはできませんよね。そこでカカオが持つ、しかもこのレジスタントプロテインといいまして、これが、タンパク質の一種なんですけれども、善玉菌の餌になってくれるんですよ。これはいいですよね。タンパク質も取れちゃう、善玉菌の餌にもなってくれるっていうものですから、もうこれは味方につけた方がいいと思いませんか。そしてカカオがすごいのが、老廃物をデトックスしてくれる効果がある。要するにあなたの体の中に溜まってるゴミをですよ、どんどん体の外に出してくれる効果があるのがカカオなんです。それでは最後の項目3番目に移りましょうね。一体どのようにチョコレートを食べると一番痩せることができるのか、それはどんなチョコレートなんでしょうかということで、後ほどトップ3ということであなたにお伝えしていきたいと思うんですが、その前にそのチョコレートたちが持つ痩せ効果の共通点ですね、痩せるチョコレートの選び方です。ここチェックしてくださいね。まずはチョコレートを購入するときに、そのチョコレートがカカオ 70% 以上を含んであるかどうかが見極めるポイントになります。このカカオ 70% 以上入っているチョコレートのことを高カカオ製品と言いますよ。ここチェックですね。そして必ずそのチョコレートが無添加であることです。項目1でお伝えした通り、いろんな添加物がですよ、いっぱい入っているような、例えばそのツルンツルンした輝くチョコレートってあるじゃないですか。こうほんとツルンともうテカテカ光ってるような光沢剤とか塗ってあるような、ああいったチョコレートももちろん NG です。そして実はチョコレートってね、低 GI 食品なんですよ。これ何かと言いますと、血糖値を急上昇するのを抑えてくれる、逆にその血糖値の急上昇がこうなくて緩やかに上昇する食べ物が実はチョコレートなんです。ただしここでお砂糖がたっぷり含まれているようなカカオの含んでる量が少ないようなチョコレートは逆ですよ。白砂糖が入っているチョコっていうのは血糖値がバーンとですね急上昇してしまって、もちろん太ります。太るチョコレートっていうのはカカオの量が少なくて白砂糖がたっぷり入っていて、植物油、要は油が悪い油、トランス脂肪酸が入っている、ああいったのが入っているチョコっていうのはもちろん食べると太りますから NG です。そして食べ方のポイントとしては、そのチョコレートだけでも十分効果はあるんですが、そこにナッツを組み合わせて召し上がってくださるとさらにダイエット効果がアップします。そこで私が一押しのナッツは全くの無添加です。素焼きのもう本当にそのまんま、食塩とかいろんな香料とかいろんなそのオイルとかがコーティングされていないようなナッツの中でもアーモンドが一押しです。アーモンドにはもう脂肪燃焼効果もありますし、何よりそのあなたの代謝をアップしてくれる効果があるので、脂肪燃焼させやすくって代謝も上がるわけなんですよね。そして悪玉コレステロールも抑えてくれる効果もありますし、なんといってももう栄養価が高いんですよ。ダイエットを成功させるためにはとにかく栄養がバランスが取れていないと痩せることができませんから、今回このチョコレートとこのアーモンド、素焼きのナッツをちょっとね一緒に召し上がってくださると、よりあなたはですよ、ダイエット中でも美味しくチョコレートを食べながら健康的で綺麗に痩せることができるんです。ではお待たせいたしました。ここからあなたに一押しの痩せるチョコレートトップ3ということで、まず第3位からお伝えしたいと思います。第3位はこちらです。はい、カジノの有機チョコレート、カカオ 85% のチョコレートになります。こちらは海外の、フランスのチョコレートで、何もこの 85% だけがあるわけではないんですよ。いろんな種類出されているんですけれども、私が今回選んだのはこの条件を満たしているものですから、こちら第3位に選びました。ダークチョコカカオ 85%、 名称は有機チョコレートです。要するに有機栽培の原材料で作られたチョコレートなんですよ。で、原材料名が有機カカオマスで、カカオマスとカカオの違いはですね、カカオマスは
カカオ豆をこうすりつぶしたものです。だからまあカカオですよね。カカオマス、あと有機ココアバター、有機ココアパウダー、有機砂糖ということで、一番最後に砂糖が来てます。でチョコレートを選ぶポイントなんですけれども、こういったダークチョコレートが苦手っていう方でも、チョコレートをこう購入する際はですね、この原材料面のこの書いてある順番が一番量を多く含んでいる順番で書かれていますから、このチョコレートのようにお砂糖が最後に来ている、こういったチョコレートを選ばれると良いです。なので一番最初に砂糖なんて書いてあるチョコレートは絶対太りますから、手に取らないように気をつけてくださいね。でこちらはですね、1枚あたり 100g 入ってまして、海外のチョコレート通の方ってこういった板チョコを好むらしいですね。タブレットみたいな意味でチョコレートをいろいろね呼ばれ方あるみたいなんですけれども、ちょっと開けて試食してみたいと思います。私ですね、私の娘もそうなんですけど、こういったダークチョコレートってなんか苦くてなんかまずそうみたいなイメージないですか。娘もですね、ママってチョコレートなんだから甘くないとチョコじゃないってね、これは娘のね名言なんですけど、確かにね言いたいことは分かります。ただやっぱりその一番最初にね砂糖って書いてあるものとか光沢剤とかは使ってないチョコにしようねってね、私はねいつもこう砂糖してね眺めているんですけれど、あなたはいかがですか。結構ね大きいんですよ。こんなに私の顔のサイズの長さでしょうか。こちらちょっと開けてみたいと思います。もうなんといっても嬉しいのがこの全部有機栽培で作られた材料っていうのがいいですよね。香りももうしてますね。ここちょっと開いてますね、最初から。開いてます。開いてるというか、開いてるという言い方変ですよね。なんかすぐ開けやすくなってます。すいません。黒いです。黒いです。すいません。こんなねレポートしかできなくて、一かけがこれぐらいでちょっと割ってみましょうね。私はもう一かけ食べれないので、ちょっと一つちょこっとねこの動画中はちょっと割って食べてみましょう。これぐらい、真っ黒です。ちょっといただきます。本当チョコレートって、娘が言うようにですね、甘くないとチョコレートじゃないって思うじゃないですか。すいません、食べ終わってから話いいですか。美味しいです。やはりこう材料が良いとこんなに甘さ控えめでも美味しいんだなって今ちょっと感動、自分の中のちょっと固定概念が外れましたね。これめちゃくちゃ美味しいですね。もちろんそのミルクチョコレートみたいなあんなねこうハマーみたいなもちろんないんですよ。でももう材料が良すぎてめちゃくちゃ美味しいですね。なんと言いますか、苦くないんです。全然苦くなくって美味しいですよ。これはいいですね。おすすめです。ぜひぜひこのフランスのカジノシリーズ召し上がってみてくださいね。私85% なのでもう結構苦いのかなと思いましたけど、苦くないですよ。ではどんどん参りましょうね。第2位はこちらです。はい、こちら今回ですねドイツのチョコレートになっております。ビバーニのオーガニックエキストラダークチョコレートのカカオが 92% を第2位に選びました。こちらもですね 100% ということで、原材料名が有機カカオマス、有機カカオバター、有機ココナッツシュガーだけなんです。砂糖じゃないココナッツシュガーなんですよね。でカカオ成分 92% 含んだエキストラダークチョコレート、パナマ産カカオの風味豊かさとココナッツシュガーのすっきりとした甘さが特徴ということで、ヨーロッパを中心に高い人気を誇るドイツの、オーガニックチョコレートブランドのビバーニさんのチョコ、ココナッツシュガーを使用したシリーズということで、いろんなシリーズがねやはりこちらもあるみたいですよね。
こちら JAS マークもちゃんとついてます。あの BIO オーガニックビーガンって書いてますけどね、あのビーガンの方にも人気なんでしょうね。うわー、ちょっと開けて食べてみましょうね。こちらも本当あの私の固定概念も外れましたが、娘の固定概念も外してみたいと思います。あ、これは透明なフィルムパックになってますね。あ、すごく便利。あの剥がしやすい梱包になってます。ここにあのタップが、これをですね、このシールをこうピリピリピリとこうやって外すと、あ、取れました。あ、これすごい簡単ですね、取り外しが。でこれもすいません、私一かけ多分食べれないので、ちょっとほんのちょっとつまんで、よいしょ。はい、うん、こちらもまあもちろん真っ黒なんですけど、といただきます。なんかですね、先ほどのカジノさんのチョコより軽い、なんか軽いですね、食感が。なんででしょう、これはなんかふわっとすぐ溶けちゃいますね。わ、すごく美味しい。これも私もう実はドキドキしながら今食べれたんですけど、あのカカオ 92% って、あの生まれたの初めてだと思います。苦くないです、全然苦くないです。で甘みももちろんその甘とかはないんですけど、後からほんのり甘くなって、あー、これすごくヨーロッパで人気高いって分かりますね。うん、あのぜひ召し上がってみてください。ふわっと溶けちゃいます。あのメルティー系っていうんでしょうかね、あのいつまでもこうお口の中に残らないタイプですね。ふわっとしてます。それではいよいよ第1位を発表します。第1位はこちらです。リンツチョコレートのカカオ 99% のチョコレートです。いかがですか、 99% ってほとんどカカオですよね。こちらはフランスのチョコレートですよね。創業1845年のチョコレートになります。で原材料名はカカオマス、ココアバター、ココアバター、砂糖となっておりますから、先ほどの2つのチョコレートとの違いは、まあ、有機栽培の材料ではありませんよということです。その代わりカカオが 99% ですから、うーん、どんなチョコレートなんでしょうね。こちらはですね、実はあのこのチョコレートのですね魅力を存分に楽しんでもらうための食べ方っていうのがですね、わざわざ書いてあるんですよね。でそれは何て書いてあるかと言いますと、まずこのチョコレートの魅力を存分に楽しんでもらうために、まずはこのエクセレンスシリーズのこのチョコレートリンツさんのカカオ 70% から食べ始め、そして次に 85% のカカオを食べましょうって書いてあるんですよね。そしてこのカカオの味覚に慣れてから召し上がることをおすすめしますとね書いてあったんですが、私は今回もうですね、一気に 99% にねチャレンジしたいと思います。ごめんなさい、この順まで食べてないですが、きっと美味しいんでしょうね。少しずつですねお口に入れて舌の上でゆっくりと溶かしてくださいって書いてます。ではそのようにね約束を守って、私も今からね食べてみたいと思います。失礼します。さあどんなんかな。おお、あ、なんかすごいパッケージですね。ゴールドに輝いてます。金の延べ棒みたいになっております。違いますね、さすが 99% リンツチョコです。じゃあちょっと開けてみましょう。で、どうやって開けるでしょうかね。あ、ここからですね、ここから開けるようにパッケージができてました。よかったです。すごい、もう黒く光ってますよ。あなたも見えますか、このツヤツヤ感をお伝えしたいんだけど、見えるかな。真っ黒です。あの本当墨汁みたいな、墨汁墨汁、真っ黒ですね。うわ、すごいです。ちょっと割ってみましょうね。よいしょ、ではいただきます。うん、
ました。舌の上でゆっくり溶かしてくださいという意味が、うん、だんだん口の中の体温でこのチョコレートがゆっくり溶け出しますね。先ほどの第2のチョコレート の, ふわっとこうすぐ溶ける感じと逆ですね。じわじわきます。うん、うわー、私想像してたんですよ、この 99% 食べた時にですね、私はきっとあなたの前でうーって苦っていうね、リアクションするんだろうなと思って覚悟してね、実は食べてました。食べようと思ってたんですよね、きっとそうだろうなって、だって 99% だもんと思ってたんですけれど、苦くないです、全然苦くないです。でもちろん第2位と第3位のチョコレートに比べると甘みは一番低いです、低いんですけど、滑らかさでいうとダントツ1位ですね。おそらくこのチョコレートってですよ、チョコレート好きの方っていうよりはカカオ好き？このカカオの風味とかカカオが好きっていう方はこちらおすすめですね。もちろん 99% 以下のカカオが含んでチョコレートも見かけたんですよ。でもいろんなチョコを探してたんですけれども、やっぱ99ってなかなか売ってなくって、もうこれしかないと思って手に取ったんですけれど、美味しいですね。これはやっぱりカカオが好きな方がいいかもしれないですね。チョコレートってカカオみたいな、そんな味ですね。ただ私個人的にはですね、やはり材料が有機栽培であるっていうことも、すごくその腸活専門家としては重きを置いてるんですよね。やっぱりこう腸に負担をかけたくない、そういったものをその無農薬であったり、そういったそのいい材料を使ってらっしゃるっていう、その製品すごくね、やっぱ応援したくなるんですよね、もうどうしても。なので個人的にはこれはリンツさんもいいなって思うんですけど、材料トータルで考えると、その有機栽培を使っているチョコレートっていうのも、決して2位3位だから悪いということではなくって、もうどれも本当は1位に選びたいくらいなんですが、そういった点からもあなたのその価値観にも合わせてですね、今までお伝えしたこのチョコレート3種をダイエットにもぜひぜひ味方につけていただいて、こういった痩せるカカオ効果を上手に取り組んでいただくとですね、いいと思うんですよね。やっぱりダイエット中って甘いものすごくね、頑張ってね控えてらっしゃる方多いと思うんですよ。本当にそうなんです。もう皆様一生懸命食べたいけど、でもやっぱりこっちにしようって一生懸命、今まで太るようなおやつを腸活用おやつに一生懸命一つ一つですね置き換えてくださってるんですよ。でそれがだんだん慣れてくると、本当に本物の美味しさというのがあなたも必ずお分かりになります。なぜかというと、あなたの味覚がね変わってくるからなんです。なぜかというと、あなたの味覚をコントロールしているのはあなたが食べたいとか欲求じゃなくって、あなたの腸内に住んでいる腸内細菌たちがあなたの味覚をね操ってるんですよ。腸内細菌たちが食べたいものがあなたが食べたいものなんですよ。あなたが食べたいものが腸内細菌が食べたいものじゃないんです。ですからこの私が毎日配信しておりますこの腸活チャンネルでお伝えしている全てのいろんな食べ物は、あなたの腸内細菌をその喜ばせる食べ物を選んでおりますから、ぜひこのチョコレートもご参考にしていただきたいですし、また別動画でもたくさんたくさん痩せるおやつとかですね、痩せる食材とか私も本当心を込めてお伝えしておりますから、一つ一つ腸活メニューにシフトしていただければ、あなたのダイエットは必ず成功しますから、ぜひお役立ていただければ、もう本当にこんなに嬉しいことはないです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。